俺はファルディン。帰ったぞ。おかえり。妻と2歳になる娘を養うためバングラディッシュの小さな会社で働いている。給料は安く労働時間は長いクソみたいな会社だが。パパ、パパ。おお、愛する我が娘よ。娘がいるからなんとか踏ん張っていられる。娘への愛が深まる一方で、今月もかなり家計がきついわ。俺のせいだってのか。当たり前でしょ。あんたの稼ぎじゃ最低限の生活もできないわ。なんだと。じゃあてめえも働きやがれ。はあ、娘はどうするのよ。とはいえここ最近は俺の方が折れちまうことが多い。分かってるさ、父さん。ああ、必ず返すから。生活苦が過ぎたこともあって妻の両親に借金をしている後ろめたさがあるからだ。だが俺が言い返さないようにしたせいか、あんたってほんと使えないわね。そんなだからろくな仕事もらえないのよ。妻の攻撃はどんどん過激化していった。それでも今の生活があるのは妻の両親の援助あってこそだ。我慢だファルディン、我慢だ。だから耐えた、耐えて耐えて耐えまくったさ。だがある日、もっと金をよこせだと。最近生活がさらに苦しくてお願いできませんか。ふざけるな。とうとう援助を打ち切られてしまった。俺は何とかしようと考えた。どうする、借金するか、いやお父さんに頭を下げてでももう一度援助を。悩みに悩んだ末、妻から相談してもらえないか聞いてみることにした。はあ、私に父さんを説得しろっての。頼む、お前だって金がないと困るだろう。案の定妻は反射的に切れた。金がないのは誰のせいよ。それはあんたがクズだからでしょうが。俺はこれまで耐えてきた、妻に負い目があったからだ。だがこいつには俺に対するリスペクトも愛もない。俺は自分の中で何かが切れる音を聞いた。くわー。ギャッ。俺は殴られたショックで泣き出す妻に馬乗りになり、やめ、動かなくなるまで延々に顔を殴り続けた。加減など一切なく全力でった。爆発した俺の怒りはとどまるところを知らなかった。ピクピクと痙攣するだけになった妻を寝室に運び、三脚でスマホを固定した。どうせなら派手に行こうじゃないか。そうだ、自分の SNS を使ってライブ配信の準備をしたんだ。全世界のみんな見てるか、今からこれで妻を殺します。カメラの前でそう宣言した。どんな生配信よりスリリングだろう。そして俺は手にしたマチエテを妻めがけて全力で振り下ろした。切れ味が悪く全然スパッといかなかったが、妻の体に切り傷が増え、血が噴き出すたび少しずつ怒りが収まっていった。どれくらいの時間が経ったろう。もう疲れて腕が上がらなくなった。その間ずっと配信されていた。俺は息を切らしながらも妻の遺体の横で、以上です、ご視聴ありがとうございました。カメラに向かって手を振り配信の終わりを告げた。パパ？娘の声を聞いて俺はようやく我に返った。幸いなことに起き抜けの幼い娘は何が起きているのか分かっていないようだ。俺は娘に妻の遺体を見せないように、さあもう一回おやすみ。おやすみパパ。再びベッドに寝かしつけた。その後俺は自分で警察に通報。娘を起こさないように家の外に出て警察を待ち、容疑者を確保。駆けつけた警官たちによってその場で逮捕された。妻を殺したことに対する後悔はあまりない。俺が悔いているのは、もう二度と会えない。愛する娘のことだけだ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。